どうも、クーレイです。今日はうんこミュージアムに来ました。プレオープンということで、今日はオープン前なんですけど、早速遊んでいきたいと思います。入ったらまずやたらテンションの高い男性がいました。みんなで大きな声でうんこーと叫んでください。大丈夫でしょうか？大丈夫じゃないです。みんなで行ってみましょう。3、2、1、うんこー。ナイスです。けどまだまだ大きな声。これあれですね、なんかライブとかで無理やりコール&レスポンスされてる時の気持ちです。恥ずかしさを捨てて参加することが楽しさの鍵ですかね。次の部屋に進みました。さらにヤバめなうんこお兄さんが出てきました。便器に座って踏ん張ると人それぞれのうんこが出てくるみたいです。恥ずかしがらないお願いしますね。僕らが一番恥ずかしいです。それでは行きましょうか。せーの、はい、もっともっと便器から上へ3人とも立派なうんこが出ました。奥に進むとインスタ映えのうんこの撮れるやつがいっぱいありました。うんこが吹っ飛びました。ピンクのお部屋の部屋です。プリットプリンセス、なんか可愛いケーキがあったりとかして写真を撮るとお姫様みたいな気分で撮れました。可愛いって言われて調子乗ってます。お互い写真を撮り合いました。お次は光るうんこじゃなくてカラフルうんこです。出たうんこを刺すと光るみたいな謎な演出がありました。まあ、それ以外は特に何も起こらなかったです。続いてゲームコーナーにやってきました。うんこ白羽取り、上からうんこが落ちてくるのでそれをタイミングよく掴むみたいな、あの反射神経が鍵になってくるゲームです。まずは萌えちゃんです。おお、すごい、成功しました。さあ感動の瞬間をもう一度。どんな姿だったかをなんか映像で見れる機能があって楽しかったです。続いてプールイもやってみました。全然ダメでした。スロー再生したよ。悔しいのでもう一回やることにしました。顔が後ろの友達も驚いてました。全然ダメですね。続いてお友達にもやってもらいました。あ、意外とできない。あんまりリアクションが薄いですね。
でもとても楽しいゲームでした。次はいろんなゲームがあるところにやってきました。これはなんかこれも反射神経を競うみたいな感じだったけどちょっとよくわからなかったです。難しい。そしてお次はうんこシャウトという部屋にこれは勝負した方がいいやってきました。萌ちゃんバンドのボーカル、うんこと大きい声でいかに叫ぶかを競うやつです。こういう時恥ずかしくなっちゃうんですよね。萌ちゃんすごかったな。隣でちっちゃい子がやってたんですけど、ひよこ級という女としては正解の感じでしたね。かわいい。続いて水色の部屋に来ました。あ、ブリブリギャラリーか、描けみんなのうんこ。やば、ありがとう。ピンクにする。なんかこのこれは便所にうんこをそれぞれ描くみたいなお部屋でした。思い思いのうんこを書いております。簡単に消すこともできるよ。できた。うんこじゃないの書いてる人がいました。あの大きいうんこのオブジェが噴射するということで最初の部屋に戻ってまいりました。なんとカワウソちいちゃんがいました。有名人、人じゃないか。こんな感じ。ちいちゃんと少年と遊びました。友達が少年を焚きつけてちいちゃんを落としました。かわいそうなのでみんなで助けてあげます。ゆいかは真似しちゃダメだぞ。最後に なんて言うんだろうこういうの、子供がよく入るうんこのプールみたいなので入りました。埋められてます。これ結構ね、なんかね怖かった。楽しいけど生き埋めってこういうことなんだなって感じですね。うんこしか私のアイデンティティがないです。帰りました。だいぶ満喫したので現実世界に戻ろうと思います。バイバイうんこ。帰りの現実世界への道も幻想的で最後までインスタ映えが狙えるとてもいいアトラクションテーマパークでした。うんこはお家に持ち帰りましょう。この動画が面白かった人はコメント、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。うんこミュージアムはお台場のダイバーシティでやってます。インスタ映えスポットがあるので大人女子も楽しめますし、ゲームやうんこのプールは子供も楽しめるスポットとなっているので、皆さんぜひ夏休み遊びに行ってみてはどうでしょうか。バイバーイ。